ツイステッドワンダーランド。おい、監督せ、起きろってば。こら、夜中に呼び出しておいて寝てんなよ。お前がこんな夜更けに連絡してくるなんて驚いたぞ。グリムがいなくなったってどういうことだ。ってお前、手の毛がどうしたんだよ。派手な引っ掛け傷。え？今なんつった？そんな、本当にこれグリムにやられたっていうのか。とりあえず一旦談話室に行こうぜ。その傷なら早めに手当てした方がいいっしょ。ああそうだな。その後で学園長にも連絡しよう。君の部屋の鏡が異空間とつながっていて、大きな耳を持つミッキーと名乗る存在と対話をした。その後姿の見えないグリム君を探していたところ、突然凶暴化したグリム君が監督生君を攻撃してきた。黒い石ですって。え、黒い石って、入学したばっかの頃グリムがドワーフ鉱山で拾い食いしてたやつ。そういえばグリムのやつ、ローズハート寮長がオーバーブロッドした後も庭に落ちていた黒い石を美味しそうに食べてたな。でもあの時は凶暴になったり様子がおかしくなったりはしてなかったじゃん。っていうか、その黒い石ってそもそも何なの？私は現場を見ていないので何とも言えませんが、グリム君が食べていたという黒い石はもしかするとブロッドの結晶かもしれません。ブロッドの結晶？ブロッドの結晶？前にも説明しましたが、オーバーブロッドとは術者の体に蓄積しきれなくなったブロッドが溢れ出して起こる現象です。ブロッドは魔法を使用すると発生する廃棄物、強い毒素とよどんだ魔力を含んでいます。そしてそれは術者の強い負の感情を具現化したかのような巨大な化身を形作る。オーバーブロッド状態を落ち着かせるためには、あの化身を何とかして本人から引き剥がさないとダメなんだよね。ああ、今まで僕たちが遭遇した事件では先輩たちをそうやって正気に戻してきたと思う。ええ、オーバーブロッド状態を解消するには
化身と対象者の魔法的連結を断ち切るしかない。消失の際、化身内で凝縮されたブロッドが結晶化したという例があるそうです。ブロッドが結晶化？魔法石も地中や空気中に流れる魔力が何らかの要因で結晶化したものですから、魔力の檻であるブロッドが結晶化しても不思議ではない。とはいえ、私も現物を見たことはありません。まずオーバーブロッド自体が極めて稀な現象なので。しかし、ねえ学園長、今の話ってつまりブロッドは少しでも体に悪影響なのに、それをさらに凝縮したのが黒い石ってことだよね？ええ。そんなもん何個も食ってたとしたら何も影響がないわけなくね？じゃあグリムはその石を食べた影響で凶暴に？全ては憶測です。そしてグリム君は我々と意思疎通できると言ってもやはりモンスターだ。監督星君を攻撃してきた凶暴な姿が彼の本性である可能性もある。明日も引き続き総合文化祭が開催されます。他者に危害を加える危険なモンスターを野放しにしておくわけにはいきません。危険なモンスターってグリムですよ。私だってグリム君を疑いたくはありません。モンスターとはいえ彼を信じて学園に迎え入れたんですから。しかし彼の状態によってはもうこの学園にはいられなくなるでしょう。え？それって、とにかくすぐに教員と寮長を集め、一刻も早くグリム君を捕獲しなくては。そんな。私はこれで失礼します。監督生君はしっかり戸締まりをすること。ハーツラビルの二人は寮に戻るように。そろそろ彼らが動き出す頃かもしれませんね。え？いえ、何でも。ああ、忙しい忙しい。状態によっちゃ学園にいられなくなるってグリムが危険なモンスターとして退治されちゃうかもってこと？グリムに限って？いや、確かに意地汚いし我慢は効かないし自分勝手なところはある。でも理由なく監督生や他の生徒を傷つけるような真似あいつはしない。しないはず。多分きっと。ほら、逆に不安を煽るようなこと言うなって。まあモンスターって猛獣だし、人里に出て悪さすればニュースにもなる。学園長の言うことにも納得。エースお前。でも入学してから半年、監督生とコンビでなんだかんだうまくやってたじゃん。俺らともさ。ああ、他のクラスメイトともすっかり打ち解けてた。で、どうする？つうか、監督生はどうしたい？そう来ると思った。じゃあパパッとあのバカを探し出しますか。だな。みんなより先にグリムを見つけて一発締めたら話を聞こうぜ。というわけで皆さんにはグリム君を捜索捕獲してほしいのです。先生方にはすでに捜索に当たってもらっています。そう、グリムが監督生に危害をね。あいつそんなことするやつじゃないと思うんだけどな。こんな時間に起こされて何かと思えば猫探しを手伝えってやってらんねえな。総合文化祭は明日も開催予定です。来場者の安全のためにも必ず捕獲しなくては。まったく、グリムさんは行事のたびにトラブルを起こす問題児ですね。マレウスは夜の散歩中でな、代理できた。探し物は苦手なんじゃが、ま、人手があるに越したことはないじゃろ。はーい、質問。ターゲットの生存状態は問いますか？どうに決まってるでしょ。なるだけ怪我もさせないように。討伐すると条件未達成でクエ失敗ってことね、リョ。
まあグリム氏捕獲イベくらいホルトに任せておけば余裕でしょ僕にはこの学園の隠し扉や地下通路まで全てのマップデータがインストール済みだからね。赤外線探知ですぐ見つけてあげる。皆さんよろしくお願いしますね。15メートル半径に生体反応、体長約70センチ、魔力反応あり、ターゲットと認定。これより捕獲作戦を開始します。ターゲット、沈黙を確認。バイタルスキャンを行います。脈拍、呼吸ともに異常なし。生命活動の維持に支障は見られません。グリムの捕獲任務を達成しました。管理者へ報告を行います。オツー・オルト、グリム氏捕獲クエ RTA。 いや、オルトがやったんだから助か、なんでもいいよ。とにかくスピードラン達成っと。任務達成したら即ベースに帰還がお約束っすね。はーい、兄さん。グリムさんを学園長に引き渡したらすぐに寮に戻るよ。学園の貴重なモフモフ成分が失われるのか、心が痛みますわ。反成分と定額ぐらいで済めばいいけど。おーい、グリムー。バカ、俺らは寮へ戻ってろって言われてるんだからもっと声落とせって。それに消灯時間後に無断で寮抜け出してるのがバレたら寮長に首跳ねられんぞ。あ、そうか。グリム、出てこーい。お前の好きなツナ缶があるぞ。だから音出すなって。監督生の電話が鳴ってるのか、もしかして。監督生君、イグニハイドのシュラウド君たちがグリム君の捕獲に成功しました。いやー、早々に確保できて助かりました。そうでなければ明日の総合文化祭が中止になり、アンブローズ殿にどんな嫌味を言われたか。何でもありません。捕獲されたグリム君はまだ話が聞ける状態ではありませんが、会話が可能になり次第事情聴取を行う予定です。学外の専門機関への調査も検討しています。そんなわけで君はしばらくグリム君とは面会謝絶です。では。今話が聞ける状態じゃないとか言ってなかった？グリムのやつ捕獲される時に大暴れしたんじゃ。